こんにちは。旅先で見つけた美味しいお店を紹介するチャンネルです。今日は東京の門前仲町の深川不動へ来ています。まだ寒い時期でしたが、参拝には多くの人が訪れていました。私もありがたく参拝させていただき、一杯行きたいと思います。この周辺は有名な名店揃いなので楽しみです。この周辺で有名なお店だと大阪屋さんとか魚さん酒場さんでしょうか。ちょうど大阪屋さんの開店時間だったので行ってみたいと思います。おや、待っている人がいます。多分お店が開店してあぶれた人が待っているのかと思います。多分このままだと30分以上待ちそうだったので、思い切って他に行きたいと思います。地下鉄を二駅行った森下の山力さんに伺いました。こちらは閉店がまだだったので少しだけ待って入りました。しかしこちらは本館なのですごいビルになってます。ちょっと大衆酒場とは呼べないかもしれません。こちらの山力さんを東京三大もつ煮の一つと言っている人もいます。確かに老舗ではあります。この日は常連様が多かったように思います。落ち着いたいい店内ですね。このもつ煮鍋を見てしまったら期待はマックスになります。何年間も継ぎ足し継ぎ足しなんでしょうか。我慢ができないのですぐにもつ煮を頼みました。煮卵入り710円です。一緒に頼んだのはガーリックトースト330円です。もつ煮にガーリックトーストを浸して食べるのが山力流のようです。もう一杯ビールで喉を潤して食べたいと思います。いよいよ名物のもつ煮を食べたいと思います。味は八丁味噌ベースで濃厚な味です。もつ自体はかなり程よく煮込まれていて、柔らかすぎずいい感じの歯ごたえです。煮卵なしもあるのですが、せっかくなので卵付きにしましょう。いい感じに煮込まれた煮卵でした。それでは山力流のガーリックトーストを食べてみます。
食べてみた感じ、見た通りの味だったので、さほどインパクトはありませんでした。まあ、せっかく山力に来たので、山力流で楽しんでいただきます。落ち着いたいい店内です。常連様が多い印象を受けました。こちらも名物、軟骨のたたきです。これがコリコリしててとても美味しいんです。残念なのは数量が限定で、開店すぐになくなってしまいます。軟骨のたたきは思った通りコリコリとしててとても美味しいのでおすすめです。山力さんは焼き豚もとてもうまいです。あれが私の頼んだ焼き豚でしょうか。私が頼んだ頭とレバタレになります。2本で330円です。これが山力さんのメニューです。やや高めかなという印象は受けました。日本酒も結構な種類が置いてありましたので、日本酒好きの方にはたまらないと思います。レバタレは肉が硬すぎず、タレも甘すぎず、とても美味しかったです。今日も美味しくいただきました。ありがとうございました。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネルが気に入っていただけたら、いいねボタンやチャンネル登録をお願いいたします。大変励みになります。山力本店さんの横にこんないいお店があったのを発見しました。ご存知の方はぜひ備考欄で教えてください。